回したよ。あ、こっち回そう。え、今聞いたけど、なんて？だから、クロのカメラの本体のデータあるんですけど、音声が入ってない。マイクとかさしてないけど。クロのカメラの。だっていつもあれで撮影してるやん。まあ、ちなみに、多分見てる人わからんと思うんですけど、カメラ自身の音声取れてないっていうのは、まあ、設定上でも特にそういう音声取らへんってのもないし、あるとしたら、マイクが刺してるけども、中途半端に刺さって、どっちも音源が取れないよって、音が取れないようはあるけど、さっきのパターンは今まで通り、まあ俺らも正直、だからオートフォーカスっていう状態なら、まあ見たし、でバッテリーとかも見たのは見たんやけど、まあおかしいのが音声が取れてない。これは別に正直俺ら自身のバグとかじゃなくて、リアル。いや、今見えるの？あ、いいよ、一回見に行こうか。いや、もうほんまにゼロやね。カメラ入ります。カメラ入る。スローじゃなかった。カメラ、あの、ちょっとデータ見ていいですか？面白いねんけど、ほんまに言ってる。ほんまに音ない。ほんまに音ない。これが取り込んだ映像で、編集画面に、はい、で、それで波形の方を見たらビーっていう。普通でしたら波形がない。普通でしたらこういった感じで波形出るんですけど、今さっきいただいたやつで波形がそうないですねっていう。カメラに入れても聞こえへんって。音入ってんのに、うん、この動画だけ音入ってない。マイクとか全く触ってない。だから刺してもないし、トラブりすぎてそれもボツというか、まあ消えちゃいました。いや、しっかり素材もあるんですよ、10分以上撮ってるやつが。でもう一回、じゃあちょっとその映像流します。それは今音を設定何も書いてない。今撮った。今撮った。設定何も書いてない。で、まあ同じ。SD 一緒でしょ。SD 一緒。SD 一緒。で設定も何も変えずのカメラ。これが。やめよ。全く音入ってない。ね、ちょカメラ持つのこうなってきた。思ったよりすごいな。ちょっと待ってくださいね。うわ、映ってる。あ、じゃあ石井さんか。はい。石井さんの頭で。昨日、まあ、普通にも心霊動画が撮れちゃったと、僕の、個人チャンネルの方で。で、それを編集者さんから電話が来て、タロシは女家に連れ込んでるんですかって。で、まず俺んちに女がいること自体が心霊現象みたいなもんなんですけど、まあ俺連れ込んでいないと。おーみたいな。でも確かにカメラ動いてるのに、その画角に誰も人が映ってない、女の人で。まあ女の人は聞こえる、まあようある話じゃないですか。みたいな。俺も怖くて、ただ聞こえてくる単語がとにかくやばいと。完全にぶっ殺すって言ってると。その映像が、まあ、こちらなんですけど、いきます。ちょっと一回静かにしてね。もうほんまスタートしてすぐ。スタートしてすぐ。聞こえた。え、もう一回もう一回もう一回。うわー、もうめっちゃ鳥肌。うわー。すごい。怖い。怖い。で、この時に部屋に一人だけ泊まっておるんですよ。でもゴリゴリ男だし、ドアの向こうの玄関の方にいるから、このテンション感の声なんか絶対届いてこないんですよ。怖い。でもカメラの後ろ、真後ろとかが聞こえるんですよ、この声。
俺が迎えた。あれ？お前が。何してくれてんねん。マイクを仕込んでしまった。怖いな。やめてくれ。とりあえずお清め行ってきたな、太郎。はーとかじゃないやん。いやだからタラシは気をつけや、ほんまに気をつけてや。いやだからタラシは乗せへん。なんでタラシあかん、あかん、ダメタラシ、ダメ、ダメ。でもさ、怒ってることがちょっと普通じゃないもんだって。いや確かに前後の素材音あってさ、これだけそれだけ綺麗にないのってちょっと気持ち悪いな。いやほんまに怖いわ。こっちに持ってくんなって。見て見て、この真剣な顔。この真剣な顔、この真剣な顔。はい。終わりです。うん、真剣な顔俺自分してんなと思って。サムネもこの後。あ、サムネありますよ。それ声あるの？サムネ。声ある。うわ、めっちゃ怖いよ。めっちゃ怖いよ。サムネあんねん。めっちゃ怖いよ。声が小さい。俺が消した。声が小さい。ああ。してくれるの？レイお前な。俺がレイ。お前な。いやレイじゃなくて魔法使い。ちょっとせっかく一本取ったのにそれなくなるの。まず動画のこと考えてくるな。ほんま完成して。すいません。サムネあるの。ああやば。サムネの音。いや石井君切ったでしょうと。ない。絶対切った。切ってない。オードカそうとした。切ってない。ちょっとアップしてもらって、ちょっと下げた。はい。家持ってるみたいな。そんな感じです。やったら可愛いね。あ、その時アッシュいないんですよ。その日だけ。一番最初。その日だけアッシュいない。え、去勢って言ってました動画で。去勢手術されたアッシュがぶっ殺すよって言ってるじゃん。その日だけ、その時間だけアッシュ病院におって。いやだからそのアッシュの魂が去勢手術させたら、であればニャン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 って言う可能性的なの。ぶっ殺すよってアッシュのその去勢手術嫌すぎてみたいな。でもそれで言うとアッシュが家にいるからだから守ってくれたかなみたいな。アッシュがいないタイミングだけこれが起きる。猫霊見えますからね。そうそうそう。とりあえず心霊現象がめちゃくちゃ起きたっていう話で、みんなの初見の反応とかはちょっとおとなしでちょっとちょいちょい出てきたと思うんですけど、ちょっとあまりにもトラブル起きすぎてみんなもう笑ってるんですけど、さっきまでもう死んだ顔しました。やばかった。やばかったよな。音取れてないのはおかしいよ。音取れてないでさらにもうなんかおもろなってきた。そもそもだってマイクがついてない時点でおかしいよね。あ、だからマイクついとっての音なしはまだわかるわ。今までミスあったからそれは。うん、大丈夫。怖い。怖いよな。本人からしたらまあ怖いと思うけど、まあお腹行ってくるよ今度。しんこちゃんに見せて。しんこちゃん、しんこちゃんタロットやからな。そう、見えへん。いや見えへんわ。しんこちゃんとは違う。ギャル霊媒師さんやな。でも軽く見えるみたいな。とりあえず。ああまあまあ。でしんこちゃんとビデオ。とりあえず思ったよりすごい動画でした。しんこちゃんもう今すぐ見れる。あ、ぶっちゃん。あのなんか怖さはデータ消えた半減したけど、やばさは。倍触ったんじゃないか。俺らにとってのヤバさマジで倍。結構ヤバいな。え、以上です。というわけで今日も見てくれてありがとう。バイピー。